はい、こんにちは。再び、PL1800 です。頭抱えてます。いろいろね、検証してるんですけれども、まあちょっと問題点をお話ししたいと思います。セラミック部の電圧なんですけれどもね、高圧は一応、無負荷で 2200V ぐらい、これは規定通りなんですけれども、セラミックにかかってるスクリーングリッドの電圧が今これ 400V かかってるんですよね。で、通常は250、150すべて 250V で使ってくださいっていうのが、まあ一応メーカーの指定なんですけれども、スクリーンにこれ 400V かかっちゃってるもんだから、やたらドーピング状態になってしまっていて、パワーをね、小さいパワーに抑えることがすごく難しいんですよ。それで多分苦肉の策だと思うんだけど、中押しの方をスクリーン電圧、まあ通常 100V とか 80V ぐらいかかってるんだけど、こっちをね 20V とかやたら低く抑えてね、っていう感じで今まで動いてたみたいですね。だから小さい押しでドカーンって出るような感じには持っていけるんですけれども、一応その規定のアイドリング電流にして押しをかけると相当出ちゃうんですよね。で、押しのパワーをしょうがないから 0.1W とか 2W とかに抑えて押すんだけど、まあそうするとスクリーンがもうドーピング状態になっているので、結構プラスでは出るんですけれども、現状アイドリングを規定の状態に持っていくと、どんなに押しを下げてもかなりパワーが出てしまうんですよね。 0.1W ぐらいで押してももう 250W ぐらい出てしまうので、どうしようかなっていう感じですね。で、スクリーンの電圧を抵抗かなんかで落とすとあんまり良くないんですよね、変調が。厳密に言うとだから困っちゃったなって、お手上げです。一応作った人間の思惑とは全然違っちゃったリニアになってしまっているので、まあ確かにちっちゃい押しでプラスで結構出たかなっていう調整には持っていけないことはないんですけれども、スクリーンが 400V もかかってるからセラミックはちょっと厳しいっていうか、思いっきりドーピング状態で作動してる感じですね。言葉を変えると無理さしてる感じですね。小さい中押しで出る、まあ、あのガラス管の小さいパワーでも出るかなっていう感じはしますけどね。どうしようかな。お手上げ。本当ならばメイントランスを規定のトランスに交換して普通の1800の状態にしたいって感じですよね。だからね、前の持ち主さんがね、すっごいちょっとのプラスの無線機でかなりプラスに最終パワーが出てたっていうのはね、まあ、そこだと思うんですよね。それはいいんですけれども、そういう使い方をしているとセラミックがねすぐ参っちゃいますね。長持ちしませんね。そういうわけでね、どうしようかなと思って、ストップ状態困ったな。とりあえず保証できないですよね、これじゃあね。私が見たと言って使ってもらいたくないみたいな不本意な調整になってしまうので、困ってます。それなもんでね、大船もね 0.5W で、それこそ口笛吹いても 0.7W とか、そんな無線機で使えてたんだと思いますね。やっと原因が分かったかなって感じですけどね。いや困ったな、どうしよう。一応規定のアイドリングにすると、だから無変調のパワーが相当出ちゃうんで、これ相当抑えてるんですよね。バイアスを深くして、あんまり深くしちゃうとね変調良くないんですけどね。
パワーを抑えるような感じっていうんですかね、にしないとって感じで、どうしようかな、まあ、とりあえずやるんであればスクリーンの電圧を抵抗でかなり落として、使ってもらおうかなと思ってるんですけど、そうすると中押しどうなのかな、それでなんとかセラミック少しいたわるような感じで使えるといいんですけどね、いたわれないね、まあ、抵抗分割で少し電圧下げるかね、電圧下げる分、電気下げた分無駄になっちゃって少しね電気くんですけどね、わずかですけどね、それしかないかな、スクリーンの電圧を落として、あんまりあの抵抗で落とすとプラスしにくくなっちゃうんですよね、最終パワーがね。本当はレギュレーター回路を入れて、安定化電源を組んでスクリーンかけてあげれば 250V とかね落とせるんですけど、大げさになっちゃうな、どこへ組み込もうかなっていうのもあるし、というわけでちょっと保留。これはね頭痛い、なんでこういう機械作ったのかちょっと私も意図が分かりません、PL1800 の、まあ、これ多分パワーいっぱい出るよっていうんで売ったのかな、こういうことしちゃダメですよね、というわけで悩みの種、私なりにちゃんとやるんであればメイントランスを交換して通常の電圧関係に戻してガラス管とセラミックを作動させたいっていうところですね。そうすると莫大にお金がかかってしまうんですけれども、もうとりあえず使うようにするんであれば文句一個なしで、なんとか考えて使えるようにしてお返ししますけど、私の本意ではありませんのでその辺は理解して使ってもらいたい、これはいけない機械です悪魔のささやきだね、パワーは出るけどセラミックかなりっていう感じですね、はい、そんなわけで今回壊れちゃったんだよね、そもそもはね、はい、とりあえず初見です、頭痛い保留です。